どのソフトを使うは本人次第か今日は10月21日、磯見李平です。日々デジタルで動画を制作しております。茨城県の生まれです。動くものを中心に映像を制作しています。よろしかったらグッドボタン。またどうぞ最後まで見ていただけると幸いです。 デジタその進化を一緒に共有していきましょうというわけでご無理だとは思いますがチャンネル登録をお願いしますという原稿を書きましてワードで読んでみましたこれでマルチウィンドウですね現在3巻目でカメラついております LUMIX の S5M2X ですいいカメラです。えっと、そういうわけでですね <laughs>、私が1カメですんで、これ、MacBookPro に変えますね。そして、で切り替えると。切り替えません。オート、オートで切り替え。はい、これですね。で、毎回同じ映像を背景に持ってきておるわけですけれども、それもご了承ください。 チョウの浮かして我が家にお祝いに来てくれたラッキーカンカンでございますんでそういったことで私のこれからのマスターすべきことをちょっとご紹介しますっていうのはですねこれオンエアにしますと出ましたね動画編集に必須のエフェクト17ということでトランスフォームクロップブラー波形ワープ ストロボ色かぶり補正水平反転モノクロ基本 3D クロスディゾルブコンスタントパワークロマノイズ除去ダイナミックワープスタビライザーウルトラキーカリ、えー、そしてちょっとカラー何カラーっていうけどね、えー、いうことを17も <laughs> あ,あると。 いうことで研鑽をしているところでございます何はともあれ勉強ですデジタルはどんどん進化していきます CPU が速くなっていく私の MacBook Pro にはプロセッサーがついつんでありますが現在は M4 になっておりますからね2024年来春発売される MacBook Pro は M4 というチップが搭載されると いいう情報ででございますんでどんどん、うん、こう重いデータのものを素早く処理していく能力がついていくということでございますデータプログラムの長さを一瞬にしてこう表示できるということが CPU の進化であるかと私は考えておりますですから映像データ量が多くても簡単に 処理できそして配信に持っていけるということがデジタルの進化というふうに私は理解しておりますで、いろんな例えば私もスイッチャーを使っておりますけれどもスイッチャーもこれは変わってきますよ進化していくということは間違いないです、えー、なぜかというと一番最初のスイッチャーは iPad で操作することはできなかったですよね現在はどのスイッチャーを見てもタッチパネル形式の iPad で操作ができるということになっておりますどんどんフレンドリーいわゆる人の能力簡単にできるようになったわけですねそういうデジタルの進化を共有して日々 私も現在 ISOREC を行っておりますんでこの ISOREC ができてるということは万が一 YouTube のライブ配信が途絶えたとしても OK なわけですよ。それを自分のプレミアプロで編集して流せば OK でございますんで。というような自慢話を毎回繰り返しておりますけれども自慢話が できるようになったということで、えー、<laughs> 私自身は OK としております皆さん方も是非日々の努力をすることによって映像、えー、を制作するレベルを上げていっていただきたいなと思います、まあ、実際プレミアプロバージョン25これも10月に入ってからですよね そして先ほど申し上げましたクロップという処置処理ですねそれも非常に簡単にできるようになりましたこれはプレミアプロの皆さん方のご努力によるものでございますまたスイッチャーも新しいスイッチャーが出たらばそれもまた私は受け入れてどんどん新しいものを挑戦していきたいと思います なぜかというとですね私いろいろと編集ソフトは使っております、えー、ダヴィンチリゾルブファイナルカットプロ使ってますよでファイナルカットプロの中ではモーション5いわゆるプレミアプロとアフターエフェクトこれと同じようにアップルで出ているファイナルカットプロはあーモーション5 というもの使ってますで私は最近考えているのはモーション5と MacBook Pro でなくてもいいんじゃないかなというふうに考えております。というのはプレミアプロいわゆる書き出したものを載っけるということであるならばこれは他社の製品を使ったものでもそれは OK でございますんでね。 書き出した mp4mp4 ファイルにしてあれば編集ソフトに簡単に乗りますんでそういったことで私は自分のレベルを上げていきたいと思いますダビンチリゾルブのソフトも購入してありますファイナルカットプロも購入してありますただプレミアプロはサブスクリプションになっておりますのでどうしても毎月のペイメントが発生しております でそのペイメントを超えることができるというのは私はアドビさんが取っている手法アドビのエキスプレスとかファイアフライとそういったものファイアフライですね、えー、ホタルという名称でファイアフライこれを無償で使える状況になっておりますんで美人画も簡単に作ることができます。 そういったことが私はデジタルの進化ではないかと思います。まあ、努力をしていくことを上において若干の費用がかかることはやむを得ないと思います。私はがん保険がおりまして300万円という,う、まあ、人生に余分な <laughs> 収入がございましてそれを全部映像を,を制作するカメラ あるいはスイッチャーそういったものにいい投資いたしました投資したからにはそれを自分の中に取り入れてどのソフトも使えるそういうスーパーマンになっていきたいと考えておりますまあそれはもう人間生きる上で常識ですよね300万投資したものをむざむざ私捨てることはできません プロという世界でなくてもアマチュアの世界でもそれは共通な課題ですよね。購入したものを全部マスターして使えるようになるということです。今年はイタービーに出かけていってそのあたりをまた勉強していきたいなと思っているところでございます。今日のライブ配信、ぜひ 皆さん方も参考にしていただいてあの人みたいにやっていけばライブ配信は簡単にできるなというふうに理解していただければ幸いでございます。それでは良い一日を皆様お過ごしください。10月21日月曜日のライブ配信でございました。失礼いたします。